お相手さんは、まあね、YouTuber さんだらけなので、まあ、みんなで楽しく声出して元気よくやっていければなと思います。はい、じゃあスタメン発表するので、はい、スタメン発表いきます。はいはいはいフレッチ。1番ピッチャー藤川さん。はい、怖い、はい、お願いします。1番、はいはい。2番センター海人さん。はい、頑張ります。3番ファースト翔平さん。はい、今どっかします。4番レフト優作さん。はい、お願いします。頑張らない。そう、はい、で5番キャッチャー陽平さん。はい、お願いします。頑張ってください。5番、本当だよな。一番自分がびっくりしてる。6番指名打者今泉さん。はい、お願いします。7番サード関根くん。はい、お願いします。8番ライトクリッチ。はい、よし。9番ショート加瀬さん。10番セカンド村山さん。はい、お願いします。絶対セカンドの合体しないね。11番指名打者シュンさん。で12番に指名出したら元さんが入ります。はい、で13番ラスト私ヒロトがいきます。お、私ヒロトがいきます。お願いします。はい、スタメン発表どうぞ。はい、ということで、ね、さっきも言った通り、原曲声出して、活用は休養していきましょう。はい、本日はお願いします。頑張るぞ。はい、よい、勝つぞ。おい、はい、どうも、亮平です。よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は、ボナールさんの創設しました、ボナール野球部さんとの試合をお届けいたします。いや、ボナールさん、記念すべく、友人に翔平図を選んでいただき、誠にありがとうございます。そして、翔平図の先発ピッチャーは、ブラザー TV 藤川さん。前回、マサさんがいるステイで悔しい思いをしているので、今日はどんなピッチングを見せてくれるのかと思ったところで、先頭にフォアボールを与えてしまいます。はい、そして、これ三振取るんですけど、これ盗まれて、はい、盗まれてっていうか、まあ俺のミスだよな。はい、盗塁許し、ピンチとなってしまいます。ただこれすごい変化球ですよね。シンカーのサインかな、確か。すごいボールでしたわ。これはごめんなさい。ごめんなさい。藤川さん、本当にごめんなさい。サイドスローのピッチャーのスライダーむずいな、練習しないとな。藤川さん本当にごめんなさいと。はい、そして追い込んで外に構えて、これ逆球なんですけれども、まあ、ゾーンいっぱい入ってて見逃し三振になります。これもちょっと僕取り方気をつけなきゃなと。はい、そして昴生さん、これ、まあ、ストレートねガン待ちだったんで全部変化球でいってやろうと、この打席は全部変化球でいかせていただきました。そしてボナール野球部の先発はマサさんです。実際ね、あの過去のステイ戦では登板がなかったんですよね。過去2回のステイドリーム戦ではマサさん投げてないので、まあね、初対決っていうのかな、翔平図としては初対決かな。初回から先制していきたいところです。はい、先頭は藤川さんです。前ね、大雨の時にやったステイドリーム戦ではマサさんに打たれているので逆にということで、これがレフトへ大きい打球、ナイスバッティング、エンタイトルツーベースでレフトオーバーですね。エンタイトルツーベースとなります。さあ2番は海人くん、これ思いっきり振ってってレフト前に落ちるかファールグラウンド、ただこれナイスキャッチですよね。いや、ナイスチャージでアウトにナイスプレイ。はい、3番には翔平が入ります。久々の対戦じゃないかな、逆はあるんだけどこの対戦は久々ですね。見ものですよ。これ2球続けて変化球、ショートゴロとなってしまいますが、これ悪送球の間に翔平は出塁、そして2塁ランナーはゆっくりとホームイン、幸先よく先制することができました。はい、そして4番はジャイキリの優作。うわー、すっげースイング、これ当たったらどんだけ飛ぶんだ、打ったー、よいしょ。さあどこまで行くか、レフト後方は決定的、ゴーン、いや完璧。さあちょっとリプレイご覧ください。高めのねボールを思いっきり叩きましたね。ナイスバッティングです。2者生還でさらに追加点となります。いや、でかいね、初回に取れたのは。
さあ5番になぜか入ってる良平、これセカンドゴロとなります。走りがアウト。試合ではマサさんと初対戦だったので打ちたかったですね。はい、そしてお次のバッターは今泉さん、これアウトローギリギリ入って見逃し三振もこの回3点を挙げることができました。さあ2回も藤川さんがマウンドへ上がります。そしてバッターは優也さん、初球スライダーから入ってボール。さあ2球目はおった、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとボールを与えてしまいます。いや申し訳ございません、結構痛いところ当たりましたよね。さあそして、これめちゃくちゃいいボールですよね、外のスライダー、初球いいところでストライクが取れました。あとここでスタートキル、いいところ投げたんですけどやっぱ肩弱いね、藤川さんごめんなさい。はい、ただ追い込んではいます、ピンチになっても追い込んではいます。外に構える、さあ構えたところにボールが来てファーストファールフライとなり、これでワンアウトです。ナイスピッチ。さあただピンチは続きます。おーナイスボール、緩急変幻自在といったピッチングですね。さあ追い込んで、これサードゴロ、しっかりと見てファースト送球はアウト。これでランナー進塁させず2アウトになります。はい、これもねビタビタ入ってるんですよ、外使えるのでかいですよね、こんだけサイドスローで。はい、これ緩急でピンチを切ります。ナイスピッチです。2イニングを無失点。さあそしてピッチャーは関根くん、これ思いっきり振ったボールですがショートゴロとなってしまいます。ファーストアウト、 いいスイングでしたね、でも当たってたらどこまでも飛んできそうなスイングです。はい、そしてバッターはクリッチ、打った、ただこれも正面、いやいい当たりなんですよ、いい当たりなんですけどもショートライナーとなってしまい2アウト。さあバッターには粕谷くんが入ります。これも思いっきり振り抜くが芯に当たらずショートフライとなります。この回は1点して無得点で終了となってしまいます。はい、3回のマウンドにも藤川さんが上がります。これインコースに抜けてるんですけどスライダーね、もうちょいでストライクじゃねえかっていうぐらい。はい、そしてツーボールとなったところでちょっと甘めのボールでしたがショートフライとなりワンアウト。球威ありますからね藤川さん。ここでバッターにはマサさんです。まあ、さっきね藤川さんはレフトに大きいツーベースを打っているのでマサさんも燃えてるんじゃないでしょうか。これ外に、はい、ストレートが入ります。この時に、ね、藤川さんめっちゃサイン首振られたんですよ初球で、後から話聞いたらもうマサさんにはストレートだけでいくで狙われましたと同じような感じですね、レフト線を破られてしまいます。いやマサさんナイスバッティー、これはリベンジならずですね。これあれなんですよね、前のステイドリーム戦でマサさんに打たれてるんでリベンジしたかったとは言ってたんですけど。はい、そしてこれレフトにフライ上がってナイスキャッチ、はい2アウト。まあね、ピンチになってもねその後を抑えていくんでね藤川さんは。はい、そしてこれも外に構える、逆球だがこれファースト翔平がっちり掴んで3アウト。藤川さんはこの日3イニングの予定でしたがナイスピッチングでしたね、本当に先発じゃなかったんですけどね本来は。はい、そしてここでちょっとお詫びがあります。そうですね、しゅんさんデッドボール、はい、いつも通りデッドボールで出塁します。でお詫びなんですけれども、村山さんここでちょっとデータ途切れちゃってるんですけれども、ガチコーンとしたホームランがありました、ごめんなさい。詳しくはボナールチャンネルさんの動画をご覧ください。そしてターニーがしぶとくライト前へ落とします。これでしゅんさん爆走、一気に三塁まで行きチャンス到来となります。さあここでバッターにはヒロトが立ちます。ただねこれちょっと甘かったんじゃないかなと思ったんですけど、マスさんちょっと動かしたのかな、ボール三振となってしまいます。さあ先頭に帰り藤川さん、これもちょこんと当てた打球がセンター前に落ちる、
これが、まあ、しゅんさんね、ゆっくり帰ってきます。タイムリーとなります。そして打った藤川さんは二塁まで行きます。いや、ナイスバッティング、ナイス走塁。さあ、回答。これね、うまいね。レフト前、華麗な流し打ち。さらに1点、はい、追加します。連打止まりません。この間にね、カイトは2塁まで行ってます。ナイスワン。さあ、翔平と2回目の対決です。さっきはね、打ち取られてしまっているので、ここは打ちたいところ。うおー、インコース、いいボール。マサさん、ナイスピッチだ。で、これ、気づいた方いますかね。マサさんの使っているグローブ。翔平さんが以前、マサさんにあげたグローブです。そのグローブで対戦しています。これセカンドに強い打球、セカンドゴロ正面となってしまいますが、この間にランナーが生還、さらに1点を追加します。さあ、先ほど豪快なホームランの優作、これも思いっきり振っていく、ナイスイング。さあ、もう1本狙ってんのかな、もう1本勝ち込みのかな、これは。さあ、2ボール1ストライクとなって、よいしょ、センター前ヒット、またまたタイムリーです。何点取るんだ、本当に。こんな続くこと今までなかったんじゃないかなと。さあ、お次は5番になるよ。へえ、これをライトに転がします。もう止まりません。めっちゃヒット出てますこの回。はい、ツーアウトながらまたまたチャンスでバッター今泉さん、インコースのボールを逆方向へ、これも落ちる、これも落ちる。そして優作が爆走してホームイント、両辺も一気に三塁へ行きます。この回、本当、うん、マジで大量得点です。はい、そして関根くん、低めのボールを右中間へ。やばいな、何点取るんだ、本当に。両辺ゆっくり帰ってきて、今泉さんもホームイン。こんな翔平さん、本当に見たことないです。いつもだったらね、まあ、取って4点ぐらいなんですよ。はい、お次のバッタークリッチ、三振もこの回モード炸裂。次回も打ち続けます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアイシャー、翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。